ておるか、ヒーローよ。この星には一つの言い伝えがある。この星を統一した者に全てを可能にする力が与えられるというものだ。当然全てを可能にする力などはあるわけはない。しかし全てを可能にする力ではないとしても、何かを得ることができるから戦うということになる。それと俺の任務に何か関係があるのか。この星は地下で我々が倒した人形のために作られた巨大兵器であることまでは分かっておる。この星を統一した者が手に入れるのは、あれを制御する力であろう。つまりそれがあればこの星の降下を止められる。そうは思わんか。お前の情報は信用できない。何、わしと貴様の力をもってすればそう時間のかかることではあるまい。やる価値はあると思うがな。お前の指図は受けない。おい、ティターンズの配置は済んだ。いつでも攻撃可能だ。露払いは奴らに任せておけばよかろう。我らは敵の主力を叩き潰すのだ。神優、待ってろよ。そう好きにはさせん。出る。戦術すれば任務確認。どうか。敵戦力を戦艦と総数の配分。敵の殲滅。私は兵の効果を支援する。貴様らの命綱だということを忘れるな。どうか。自ら戦場に出向かない腰抜けが、我が身を痛める勝利が何をもたらす。このモビルスーツ、敵の指揮官クラスか。ターゲット変更、敵の指揮系統破壊を最優先に設定する。戦争だろうが、落ちろ。そこか。ああ、そこか。えい。これが戦争だろうが、落ちろ。ここでやったの100年目ってね。落ちろ。そこか。落ちろ。あら、落ちろ。落ちろ、シロッコ。ジェリド注意、何のつもりか。わけなどないな。俺にとっちゃお前さんも蹴落とす敵だ。覚悟しろ、シロッコ。
生の感情を丸出しで戦うな。これでは人に人生を求めるなど絶望的だ。そう思わんか少年。感情で行動するのは正しい人間の生き方だ。貴様、おかしなことを。所詮は子供というわけか。これが戦争だろうが。こっちの邪魔しやがって。このこっちの無理はするな。死ぬことになる。程度でおごるでないぞ。これが戦争だろうが。そこか。こっちだ。小僧のくせに肝が据わってるな。タイミングを合わせろ。行くぞ。お前の指図は受けない。100年目ってね。落ちろ。バカ者が。この程度でおごるでないぞ。戦艦が動いた。何をする気だ。俺もやってみせるぜ。ここであったが100年目ってね。付近に敵機だと。そこか。直ちにここを発進し安全な場所へ向かえ。やりくせが止まった。落ちろ。どういうつもりか。これは戦争だろうが。ヤツの穴は俺たちで埋める。頑張らみたい。来い。そこか。落ちろ。そこか。ジェリド、戦場ではビビるなよ。俺もやってみせるぜ。ほら、落ちろ。ほら、ここでやったが100年目って。
100年目ってね。 程度じゃ落ちやしないぜ。 戦争だろうが。もちろん。雑魚をいくら倒そうと肩慣らしにもならんわ。もちろん。もちろん。そんな警備任務遂行の問題はない。伊賀流志望。白だ。 戦争だろうが。 その腕でよくも俺に挑んだもんだ。 ここであったが100年目ってね。 派手にやってくれちゃったわね。 俺たちも負けずに 派手にやっちゃいますか。
ここであったら100年目ってね。そこか。力のないものは死あるのみだ。そこか。こちら。知ってちょっかいをかけた。無理はせない。死ぬことだ。ゼータガンダム来たか。ゼータガンダム乗っているのは神ユカ。残念、エウーゴのルールかよ。その名前なんだ。女か。女だからって甘く見ないことも。なら男らしく扱ってやろうか。これが戦争だろうな。そこか。あら、そこか。こちら。ここであったが100年目ってね。そこか。そんなことで満足する男じゃない。戦争だろうが。そこか。力のないものは死あるのみだ。あら、落ちろ。Come on!
のだろうが。落ちろ。どうか。戦闘レベルにすれば当然の結果。ああ。どうか。これが戦争だろうが。そこか。程度でおごるでないぞ。無理はするな。死ぬことになる。しないでよね。俺が戦争だろうが。俺が戦争だろうが。落ちろ。バカ者が。この程度でおごるでないぞ。落ちろ。ここであったが100年目ってね。落ちろ。この手応え。神優、貴様との戦いが楽しみだぜ。